川県のゆなさんからもらったありがち予告。スローで番組出演しているときメンバーの名前出しがち。朝一やぶらり途中下車の旅などソロで番組に出演されているとき必ずと言っていいほどうちのメンバーの〇〇などと言って名前を出していますね。キスマイ愛が感じられてとても好きです。ありがとうございます。出してますね。いや何ですかね、メンバーの顔が浮かんでくるんですよねって感じです恥ずかしいのでそんな感じにしときます。いやなんていうんですか、表現しやすい、あとメンバーがの顔が出てくるんですね。うん、あと写真使っていただけたら嬉しいなと思って言っております。なのでいろんな方にキスマイフット2をしていただけたら嬉しいなっていう感じでやっております。キスマイレディオ始まるよ。キスマイフット2の横尾渡です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、今週は横尾渡のソロラジオをお送りします。年明けからソロラジオでお送りしてまして、ここまで二階堂玉森とやってきて、キスマイフット2の頭文字の逆回りでラジオの当番が回っていくと発表しましたが、今回だけイレギュラーで横尾渡が担当します。ですね、本当だったら藤ヶ谷さんなんですが、藤ヶ谷さんのご声もあり僕にさせてもらいました。藤ヶ谷さんありがとうございます。そして、僕から皆さんに、ちゃんとお伝えしたいと思います。改めまして皆様にご報告させていただきます。1月26日に私横尾渡結婚を発表いたしました。これ以上に仕事頑張っていきたいと思いますので、引き続き横尾渡、そしてキスマイフット2をよろしくお願いします。そして藤ヶ谷さん、この場を貸していただきありがとうございます。メンバーの皆さんもありがとうございます。今夜も最後までよろしくお願いします。それではここで一曲、キスマイフット2藤ヶ谷さんのドラマの主題歌ですね、ハマる男に蹴りたい女の主題歌になっております、レモンパイです。どうぞ。でキスマイフット2の横尾渡です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージのお時間です。さあ1枚目読んでいきたいと思います。山形県夜はバニラアイスさんよりですね、こんばんは、横尾くんの民謡をどうぞ3000回うだっこフェスを見ました。ありがとうございます。初めはヒヤヒヤしながら見ていたのですが、僕が一番ヒヤヒヤしていました。司会のアシスタント上手でした。ありがとうございます。出るとこは出て、引っ込むべきとこは引っ込む、素晴らしい。いやー照れますね。ただその点点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 、横尾くんがあまり歌が上手でないことが東北中に知れ渡ってしまいましたね。津軽海峡冬景色一曲歌うのかと思ったら、まさかの津が綺麗、 NHK さんに愛されていますね。もし横尾くんが民謡を歌うときはドンパ節をお願いします。惜しくいじっていただきましたね。本当はですね、放送になったのは2番なんですね。放送に流れた2番なんです。で1番はもっとひどかったですね。あれ一回どれぐらい長いかとか、音量がどうなのかっていうことで、一回聞いたんです。で、歌いました。そっちの方が上手かったですね。ただその時技術さん、マイクさんとかちょっと離れた場所にいたので、聞いてなかったんですが、本番中、カメラマンさん、音声さん、すごいびっくりした顔してました。そして編集うまくしてくださって、うだっこフェスの皆さんありがとうございます。はい、続いて2枚目いきましょうか。愛知県玉名さんより、こんばんは、いつも楽しみに聞いております。こんばんは。早速ですが横尾くんに質問があります。料理などでよく見る適量とはどのくらいですか？私は中学生なのですが、家庭科の課題や年末が近くなるとお菓子やちょっとした料理を作ります。よくレシピなどに適量と書いてあり、どのくらいなのかいつも迷っています。お母さんにどのくらいと聞いても適当と言うのですが、適当とはお好みで、や少々は好きな量で、や二つの指で掴む量などわかるのですが、適量が謎なので教えてください。これからも応援しております。これは難しい
ですよね、もう慣れですから。適量、まあ少なくどんどん入れていけばいいんじゃないですかね。大さじ1杯、小さじ1杯とありますから、そのスプーンで計量しながらで自分で、あ、醤油ならこれぐらいが私好きとか、塩なら一つまみ二つまみとか、みりん、砂糖、まあでも醤油基準で考えたらいいんじゃないですかね。だいたい醤油が2だとしたら、お酒みりんとか22でいく場合もありますし、11ってこともありますから、まあ入れる食材によっても量が変わりますので、特に春野菜、新じゃがとかはね、水分多めに含んでたりしますんで、量ちょっと軽く多く入れたりする場合もありますし、うん、とりあえず数を作る、そして自分の適量を見つけるってことですね。まあ、玉名さんが聞きたいことは、答えられてないと思いますが、まず、最初は計量して、必ず計量して、で、少なくどんどん増やしていくっていうことをやっていってください。なので薄く作った方がいいんですよね。薄く作った方が後でその調味料増やせるんですよ。逆に薄くする方が難しいので、一気に入れないことですね。はい。最近朝一で生放送料理もやりましたね。あ、そうなんですよ。未だに慣れないですね。生放送での料理っていうのは手が震えちゃいますね。常に震えておりますので、余計震えておりますよ。私は。その辺はすいません。見なかったことにしてください。はい。なんで僕朝一でも失敗してますからね。バター溶けるはずが溶けなかったのでインチキしましたので。そういうもんでいいんですよ。はい。はい、続いていきますね。大阪府、リセさん。横尾くんこんばんは。最近横尾くんは様々なお仕事をされていますよね。動物好きということから、動物番組にゲストとして出てたり。料理が得意ということか、料理番組に呼ばれたり、ジブリ好きということからジブリに関する番組に出たりと、自分の好きを仕事にできていることはとてもすごいなと思っております。横尾くん自身、自分の好きなことを仕事にできているということはやっぱり嬉しいですか？また他にこんな仕事をしたいというのはあったりしますか？教えていただけると嬉しいです。いや、もちろんすごい嬉しいことですけど、プレッシャーでもありますね。ただ単に好きでっていうことで出て、変なコメントとか残せませんし。なんで、常に勉強しております。そして、なんだ？他にこんな仕事をしたい。そうですね。運動、スポーツ系出たいですね。まあ何ができるかわかりませんし、大して得意なわけではありませんが、体を動かすことをやりたいなと思っております。あと旅番組系ですかね。なんかこうのほほんとしたものをやりたいなって思います。なので出た時皆さん見てください。よろしくお願いします。以上、キスマイメッセージのコーナーでした。スマイレディオ。改めまして、キスマイフット2の横尾渡です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りします、キスマイレディオ。今夜は横尾渡のソロラジオをお送りします。ここでソロラジオ恒例のキスマイダイスのコーナーの時間です。自分以外のメンバーの名前が書いてあるサイコロ振って出たメンバーについて語るっていうものです。これまでソロラジオの時毎回やってた企画ですね。過去に3回やって、玉森、二階堂、宮田がサイコロで出ました。それではメンバーをサイコロで決めましょう。宮田さんですね。トシ君、トシ君について話すんですか。トシ君ね、いやー、これはもうトシ君の、これは過去にも言ってますけども、トシ君がいてくれるおかげでキスマイフット2はずっとやってこれてると僕は思っておりますし、他のメンバーも持ってると思いますよ。頑張り屋さん、努力家だし、あとはなんだろう、ジャニーズになかった道を作ったパイオニアでもありますし、やっぱこの好きなものを仕事にするとかっていうものを最初に作ったの宮田さんじゃないかな。そのデビュー当時はいろいろありましたよ。宮田さんは事務所の方とかにも言われましたし、
アニメオタクっていうのを隠してくださいとか、オタゲやらないでくださいとか言われてましたけど、メンバーはそこはね、やった方がいいよと。で、デビュー当時、キスマイフットツーと、なんか面白いことできますかとか、なんか、あるんですよ。こう、キスマイとしてできることありますか。で、まあ、ローラースケートって言えばいいんですが、まあ、スタジオとかね、場所がこう、できる場所でもなかったりして、その時にいつも宮田さんの得意なオタゲをやらせてもらってたんですけど、だからその時デビュー当時はすごい助かりましたし、今ではもう声優をやったりね、あと、ニコ生をやったりしてますし、あとは途中からね、キスマイの MC もやるようになって、今ではヒルパで MC もしっかりやってますしね、すごい方だと思ってます。僕の憧れの人ですね。まあ、キスマイブサイクの方でもね、ちょいちょい言わせてもらってますけど、あと人がいいですよね。常に笑顔でっていう。なんで、人として憧れております。そんな感じですかね。宮田さんにはね、救われてますよ。宮田さんには助けてもらってます、メンバー全員。なので、これからも宮田さんの背中を見て育っていきたいと思います。キスマイダイス、今夜は横渡るが宮田俊也についてお話ししました。横渡るのキスマイレディオ、まだまだ続きます。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ、ここでキスマイフット2からのお知らせです。メンバーの藤ヶ谷太輔主演のテレビ朝日系推しドラサタデー、ハマる男に蹴りたい女が毎週土曜夜11時からオンエア中です。主題歌はキスマイフット2の新曲レモンパイです。ぜひチェックしてください。そして昨年の5大ドームツアーの模様を収録したライブ DVD& ブルーレイキスマイフットに会えるでしょう2022インドームが3月1日にリリースされます。こちらのチェックもよろしくお願いします。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは kiss@joqr.net kis@joqr.net です。今夜もそろそろお別れの時間ですが、今回は本当に藤ヶ谷さんがねこの場を設けてくれたので本当にありがたいことです。皆様に僕からちゃんと報告ができて嬉しい限りでございます。これからも横渡るよろしくお願いします。そしてキスマイフット2よろしくお願いします。来週からですね藤ヶ谷太輔のソロラジオが2週でお送りします。その後1回僕のソロが1回入りますのでよろしくお願いします。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ、それではまた来週水曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバーイ。